ダウンライト、うん、ないよ、あった、つかないじゃん。あ、それは階段はね、こっちの方に。ちょっと待ってて。階段って書いてあるでしょ。ああ、これか。ああ、オッケー、よいしょ。あんま変わんない。あ、でもさっきよりました。よし、あまりあった方がいいね。絶対絶対あった方がいいね。絶対あった方がいい。こんばんは。いや、さっき、うん、こんなちっちゃい子じゃなくても大丈夫だ。こんばんは。タリちゃん、ユンユン、オマール、メルタン。あ、ここまで読んだ。オギヴァンパイア第3尊、こんばんは、ありがとう。コオロギ渡るエレメンツ、こんばんは。マエメロジミーズ、アオ、パプペパポポンチョン、お久しぶり、こんばんは。マエちゃん、ホックン、マントヒヒ、ツバーサ、カオル、ヒロ、ユーヤ、アーツ、アジュ、ドンちゃん、スーさん、ヨシハル、コジ、ホープス、こんばんは、ありがとう。あ、サンソン、ありがとう、短冊ちゃん。願い事が叶いますように。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。ありがとう。願い事、今日は七夕だからね。七夕よ、今日は。どんちゃん、まえちゃん、すーさん、よしはる、こうじさん、そん、ホープス、カムサハモニだ。こんばんは。ありがとうございます。次、ビジネス。優しいね。うん、カウチン、こんばんはれ。ありがとう。うや、ピカリン、リュウレ、こんばんはれ。ヒルドロブもありがとう。ひそひそして、そうそうそう。ひそ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 、あの電気の場所を教えてもらいました。いちごのトンヤ、こんばんはれ、ありがとう。サンソン、ありがとう。短冊先輩、ありがとう。願い事が叶いますように。何を願ってるの、サンソンは。ちなみに何の願い事をしてるんだか。こんばんはれ、ジョートンヤ、ありがとう。86キラキラちゃん、ありがとう。キラキラキラ、ありがとう、ありがとう。そう、ということでお待たせしました。うー、ラクダマミタス、汗、ケイスケ、こんばんはれ、ありがとう。青、キラキラキラン、ありがとう、ありがとうございます。ちょい一回上行きますね。ドゥシャマロンケン、こんばんはれ、 ありがとう。織姫ランキング1位。うん、我とデートできますように。マミタス、ありがとう。願い事が叶いますように、ありがとう。かっちゃん、こんばんはれ。イナーマル、こんばんはれ。エスティマ、フォロー、ありがとう。ありがとうね、これからも仲良くしてね、ありがとう。こんばんはれ。タナボタよ、タナボタよ。我の中で一番可愛い、一人しかおらん。ガンマ浴温まったね。一緒に行ったっけ。今帰りの電車、お腹空いた。マジでお疲れ様、お疲れ様だよ。お疲れ様って言いながら、我は今日はちょっとデザートを食べつつ、七夕ちゃんのデザートを食べながら、今日は七夕を思う存分楽しみたいよ。楽しみたいというか、あの何、七夕ってあんま何もしないからね。言うてショールームなかったら我全然何もしない。いつも七夕ってみんなのおかげで七夕を感じることができてる。ありがとう。渡る流れ星、ありがとう。ツッチー、ジュンタン、ラムネ、リカリン、カッサネタ、こんばんはれ、ありがとう。渡る七夕ちゃん、ありがとう。間違えた、神田氏じゃなくなんだっけ、串刺しじゃなくてなんだっけ、なんだっけ、串刺しじゃなくて、ありがとう。願い事が叶いますように、どうするした。楽屋、また私にこんばんはれ、ありがとう。モッチーハート、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ヘアスタイルが違う。あ、前髪分けてる。うん、金魚、こんばんはれ。りょう、まつだ、パパ、たそ、しんしん、キャム、誰、あ、ポキタン、ポキタン、こんばんはれ、ありがとう。スーさん、ありがとう。竹、短冊だ、短冊だ、ありがとうございます。願い事が叶いますよ。マロンケン、こんばんは、ありがとう。ごめんね、コメント全然読めてない。見てはいるんだけど、ちょっと言葉に出してお返事できてなかった。こんばんは。モフモフも、こんばんは、ありがとう。マック教授、こんばんは、ありがとう、ありがとう。マック教授、ありがとうございます。トール短冊、ありがとう。願い事が叶いますように。リカリも、ありがとう。願い事が叶いますように、ありがとう。リョーマ、こんばんはれ。リカリーもキラキラちゃん、ありがとう。
棚ぼた、棚からぼた餅、棚からぼた餅。え、今日ってさ、え、待って待って、棚ぼたってさ、ぼた餅食べるのが普通なの？もしかしてだけど、もしかして棚からぼた餅を食べるのが、棚ぼたは主流なんですか？残念なことに用意してないですね棚からぼた餅はアリザこんばんは、ありがとう、今日もありがとうございます。デトックスパーホリン、ありがとう、タンタクちゃん、願い事が叶いますように、ありがとう。ウサーラフトール、ありがとうね、こんばんはれ、ありがとう。藤原浜、こんばんはれ、ありがとう。みっちゃんに会えますように。ね、早く会いたいね、みんな。いつ会ういつ会う。今日さ、全国的にさ雨じゃなかったからさ、織姫ちゃんと彦星ちゃんは会えたのかな。ゆうか、ありさこんばんは、ありがとう。もっちはた、ありがとう、ありがとう。口刺しというかな、短冊ね、口刺しちゃん。あ、うさ藤江こんばんは、ありがとう。口刺し本当ありがとう。えちこのとや、ありがとう。短冊ちゃん、願い事が叶いますように。ヴァンパイアもありがとう、願い事が叶いますように、ありがとう。ヒルドルブ、かっちゃん、牛タン、こんばんはれ、ありがとうございます。ティオティオ、流れ星、ありがとう。うんうん、なっちゃん、エンペラペンギン、こんばんは。ほっくん、短冊ちゃん、ありがとうございます。うんうん、ちょっと比較的も、横浜くん、こんばんはれ、ありがとう。私にはた、ありがとう。マッキー、こんばんは、ありがとう。うん、違うんだ、聞いたことない。え、棚からぼた餅ってどうしてこんなさ出てきた今、棚からぼた餅。ぼた餅食べない、あ、関係ないんだよかったよ、よかった、関係ないんだね。焦ったよ、七夕でぼた餅え、今日ぼた餅なんて売ってたかなって。うん、白こんばんは、ありがとう。七夕と七夕をかけてぼたぼたただけ、ボケただけ。あ、そういうことか、あ、そういうこと、なんだなんだ、棚からぼた餅、と思って、ぼた餅ないよほっくん、ありがとう。短冊ちゃん、ありがとう。願い事が叶いますように、ありがとうございます。そうめんか、そうめん結婚してるって初めて知った。結婚、結婚してんの、織姫と彦星ちゃん、織ちゃんと彦ちゃん、マジで。なのに1年に1回しか会えないの。もうそれ絶対にそれ、結婚してるって言うのって思ったけど、単身赴任で頑張ってる方もいるから、まあそうか、いる、まあそういうもんなのかな七夕、棚から、あ、そういうことね、そういうことか。うん、デートし、ボタムチは関係ないと思う。今日は織姫と彦星がデート、どんなデートしてるんだろうね。どうする、1年に1回しか会わないってさ、どんなデートするんだろうね。別居、うん、年一のド M あ、確かにそうだよね。それで我慢できるっていうのがね、何、そのなんかさ、年一しか会えないで364日とか5日はお互いを信じなきゃ信じなきゃっていう、このなんかハラハラドキドキなのをこう感じているという感じですかね。そんなの耐えられない私、ありがとう、短冊ちゃん、願い事が叶いますように、ありがとう、ありがとう。ゆう、ありがとう、短冊ちゃん、願い事が叶いますように、ありがとう。みぽちゃん、ずっと織姫と織彦とともさ、織織じゃん、仮面夫婦ね。本当だよ、そうね。我は今日は七夕ということで、七夕デザート、今日はね、美味しいお魚食べたんだけど、晩ご飯にデザートに七夕セットを用意しました。たらーん、七夕セット、勝手に決めた七夕セット。これはカットフルーツは買ったじゃなくて、このガチのまん丸のメロンからカットしました。まん丸メロンから、ほら美味しそうじゃない、まん丸メロンからカットして、こちら錦織みたいな桜もですかね、この種類は錦織だっけ、そうだね、小錦じゃないんだもんね。うん、ひたすら食べて7月7日に最高のコンディション、どうしよう、肌荒れとかしてたら引き剥がされたね、遊んでたから。あ、そうなの、それは悪いね
年老いたらお互いのこと忘れてそう。絶対忘れるよ。トモこんばんまでありがとう。あ、そうなんだ。いや、年一はね、そうだよね。星の年齢で言うと彦星や織姫よりも、え、そうなんだね。梅ちゃん友達キラキラちゃんありがとう。ありがとう。そう、チェリーちゃん、そうなの。よくお気づきで、さすがだよ。チェリーちゃん、チェリーちゃんがいます。そう、このさ、カットしたメロンもめっちゃ美味しそう。ちょっとね、もうちょっと置いてもよかったっぽかった、切った感じ。うん、チェリーちゃん、最高だ。でもちょっとよそいすぎたかな、メロンが大きいから。うん、これね、ちょっとしかカットしないんだけど、こんないっぱい取れました。うん、電車代と CD 代で会える姫がいいです。あー、もうそれ我じゃん。 CD 代はちょっとあれだけど。もうそれ我だ。1年待てない。1年だって会わないんでしょ。どうする、忘れちゃうかもあれ。うん、そう、まんまるメロン。吉原短冊ちゃんありがとう。願い事が叶いますように、ありがとう。そう、チェリーちゃん、食べきれる、食べたいよか。あ、どうぞ皆さん、来てくれる、食べてくれる方募集中。砂糖錦、そう、それそういう感じ、というやつ、そんな感じ。うん、で、これ赤肉、あ、そう、赤肉メロンです。赤肉、あのさ、緑色のメロンも美味しいけどさ、このオレンジ色のやつも美味しいよね。俺どっちかっていうと、あのオレンジの方が好きなの。うん、そう、静岡のやつだった確か。静岡のメロン、静岡赤肉メロン、赤肉ってなんか箱に入っててちゃんとしたやつだ。うん、箱できた。まくりこんばんは、みくもってありがとう。しょう、ん、錦織、あ、人の名前かこれ。しらくんこんばんは、ありがとう。フルーツパール、そう、美味しそう。うん、やさきこんばんは、ありがとう。みっちゃんとも年に1回って行かれたいよ。足りない足りない、もっとだよ、もっと。年に1回じゃ忘れちゃうんだから。忘れないけど、いや、忘れないけど覚えるのが遅くなる。うん、風船割ったら怒られる。うん、絶対怒られるよ。嫌われちゃうよ。嫌いって、ダメって言われる。うん、みーちゃんがみんなに焼肉を送ってくれますように。あ、みんな願い事、今日ね、短冊もね、用意したから。やっぱり毎年ね、願い事はちゃんと、やるんだ。ボールペンある。あ、マイネームペンがないけど、ボールペンで OK。 うん、待っててない、1年くらい待っててね。とも、はじめまして、友達の、あ、青丸の友達なんだ、ありがとう。でもね、今声がちっちゃいんだけど、また元気、声がちっちゃいだけで、まあ、全然心も体も元気もりもりなんだけど、いつでも遊びに来てね、ありがとう。すごいお友達、ありがとうね、来てくれて。うんうん、桜井 Z こんばんは、ありがとう。トールキラキラちゃんありがとう、ありがとう。そうだよ、オンラインでやってるらしいよ、今時。ゆうなこんばんは、ありがとう。リアルトーク、あー、リアルトーク変えないと。そうだね、確かに、お高いオレンジの方が、え、それわかるね。そう、錦、これめっちゃ美味しそう。キウイ、ゴールデンキウイ、俺もゴールデンキウイの方が好き。夕張っぽい、夕張じゃないんだよね、静岡なんだよね。静岡のね、下の方、とんがってるじゃん静岡って、その真下の方だった。つばちゃんこんばんは、ありがとう。早くみっちゃんに、みんな本当に後で願い事大募集するわ。たかすみこんばんは、ありがとう、ありがとう。あんや、ピーナッツとメロンとチェリーもらえる、何でも好き。ピーナッツってそんなに美味しいのか。うん、前回の時予定外参加できないで1年早くられたとこで、あ、そうだね、そう、またね、枠とか増えたらいいけどね。割り箸って、そうなの。つばちゃんこんばんは、ありがとうね。そう、なんで、そう、なんでね、なんで箸かっていうと、なんかフォーク用意しようと思ったんだけど、ちょうどつかわいい、えー、ありがとう。ありがとう。そう、清松こんばんは、ありがとう。そう、なんかエスティマ、あ、エスティマこんばんは、あれ、初めまして。エスティマってさ、前も来てくれてたよね、初見になってる。違うのかな、エスティマってなんか名前呼んだことがある気がする。うん、桜の種あげる。お姉ちゃんに絶対怒られる。マーコこんばんは、ありがとう。いいゴミの日、ありがとう。
ありがとう。最悪だよ、七夕の日にいいゴミの日。最悪。清松ありがとう。短冊ちゃんありがとう。願い事が叶いますように。ありがとう。ありがとうございます。うん、いいゴミの日。ありがとう。最悪だ。ありがとう。どうもありがとう。いやすごいね、いいゴミの日にまさかここまで到達するなんてね。記念に、いいゴミの日の記念。ありがとうございます。それでは食べていきたいと思います。そう、なんで箸かっていうと、あのね、箸は、あ、違う、フォークで食べようと思ったんだけど、フォークがね、なんだっけ、あの銀色のやつってなんて言うんだっけ、鉄じゃなくてなんだっけ、金属鉄、あれ何でできてるの、銀色のやつ。あのね、フォークでカチカチ言うじゃん。例えばさ、スパゲッティ食べるときさ、こうスパゲッティ食べるときお皿でカチ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 落としちゃってさ、ステンレスっていうのかな、そう前はシュークリームって名前、あ、じゃあ違うかも、エスティマ、じゃあまた別のエスティマさんだわ、ありがとう来てくれて。そう、ステンレスがすごい苦手なんだよね、音が、スプーンとフォークがさ、こうカチカチ言い合う感じ、あの音がすごい苦手で、そうだから、この食べる時も嫌だから箸にした。プラスチックの箸がな、あ、プラスチックのフォークがなくて、うん、音が苦手なの、うん、金属の摩擦音、そう、摩擦音っていうか、そうなの、こうスプーンとフォークでこうやってさ、くるくるくるってスパゲッティ食べる、あの音も嫌いだし、お皿とかがカチカチ音も嫌いだし、歯と歯に当たるあの音も嫌いなの、こうハフって食べるときにカチカチってちょっと音するじゃん、あれがすごい嫌いで、うわってなっちゃうから、そう、だから、あの、今日はこの竹を使った竹橋さん、こちらを使用していきたいと思います。はい、うん、黒板もね、そう、黒板も嫌い、うん、食器、銀食器、そう、銀食器の音、なんかね、もう歯茎が震えちゃうの、ダメなの、別にいる、そう、別にいる。エッセマ、うん、愛してくれるのいいよ、一番ちっちゃいのなら。意地悪。嘘だよ、うん、チリじゃないよ、してるフォークも金属、先っぽは金属だね、だからたまちょっと音がね、そうそう、パスタ巻いてる、巻くタイプ、うん、そう、うん、うん、癖のフォーク、まあ、そうだね、まあでも、まあここはさ、自分の家じゃないからさ、あれなんだけど、うん、それにも全部言えば、あ、って吸うタイプ。うん、買ってくればよかったね。スーくんこんばんはれ、ツイートックこんばんはれ、あー、うまいね、今日は七夕だから竹の箸、うまいこと言うね、うん、手づかみ。そんなことありません。それではいただきます。うん、フランス料理でも箸、一番ここが美味しそうなの、なんか色がめっちゃね、ちょっとね、カットヘタっぴでちょっとちっちゃくなっちゃったんだけど、じゃあみんな七夕の夜に乾杯。え、見て、ここがツヤツヤなの、ここツヤツヤ、うん、うん、七夕の甘い、甘い、何これ、え、砂糖食べてるみたいに甘い、乾杯、え、やばい、砂糖、砂糖みたいに甘い、砂糖みたいに、これ砂糖だ、メロンを超えた砂糖です、めっちゃうま、めっちゃうまい、これ、
やばい、めっちゃ美味しい。うん、めっちゃうまい。うん、糖度17なんてもんじゃない、糖度85とかそれぐらい。このメロンね、糖度85 、うん、めっちゃうまい。こんにゃくゼリーみたいな、いい色だよね、ツヤツヤ。うん、ラカこんばんは、ありがとう、うん、めっちゃうまい。ゆでればありがとう、短冊茶、願い事が叶いますように、ありがとう。うん、ちょっとごめん、もう一回食べていい？ごめん、もう糖度がもう80、90、100かもしれない。すごいよ、みんな。これはね、これはやばい。こんなのがね、こんなのがね、あのお客さん、自分がで、例えば俺がお出かけして、誰かのお友達のお家に行って、でデザートでこのメロンが出たら、もうね、その家の子になっちゃうかもしれない。うん、もうね、あのお願いします、メロンが発売している期間だけこのお家に住まわせてくださいってぐらいめっちゃ美味しい。高級、あ、そうだね、高級メロン、まあでもそういうスーパーとかじゃない、なんか多分取り寄せの多分いいメロンだと思う。箱できたから、箱できた。うん、確かにさくらんぼの方が甘くない可能性高いよこれそう、いっぱい食べちゃうながらね、おいしい、お腹空いちゃう。食べなよ、みんなも食べちゃいなよ、食べちゃい食べちゃい、うん、いい顔してる。あ、ムームこんばんは、ありがとう。うん、そうだよ、砂糖を食べたら実質メロンみたいなところ。うん、そう、自分でカットした、ガチャン、ザクン、ザキュン、ザクザクザクって言って空中にメロンポンってザザザザザザってやってカットしました。それがこちらですやば、うん、え、ちょっとさ、みんな、ちなみになんだけどさ、お願いだから、ちょっと今日はさ、あの配信終わる前、うん、終わる前というか後半もちょっといてね、ちょっとやりたいことあるからうん、さくらんぼ種、あ、さくらんぼ、あそこのこのマットに飛ばしちゃう、うん、メロン半玉にバニラしか買ったん、え、それってさ、でもさ、メロンのさ甘みがなくなっちゃわない？そりゃやばシャ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 、後輩なわけがありません。大きい花束ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。このルームではメロン買いません茹でた枝豆いいね、もしかして片手にビールでもあるんじゃない？これ来たの大変なの、お断りします1ヶ月幸せで何より、ありがとう。ちょっとじゃあこっちのチェリーちゃんもいただきたいと思います。あ、せっかくだからチェリーちゃんで写真撮ろうかな、チェリーちゃんで、ちょっとハートじゃないこのチェリー。箱はね、茶色い、あ、木箱じゃない、木箱ではない、うん、おばあちゃんは誕生日、あ、そう、ワリのばあばお誕生日なんです。あ、そういうことか、それで花束か、ばあばの花束、ありがとう、おぎ、ありがとう、ありがとうね。あ、サンソーも花束ありがとうございます、ありがとう。そう、今日、そうそう、今日バーバの誕生日なの、そういえば。そう、今日あの電話しました。うん、チェリーとメロン、そう、チェリメロです、チェリメロ。誰がチェリー、うちのめいっこちゃんのあだ名チェリーちゃんサンソーありがとうね、花束ちゃん、ありがとう。さくらんぼ75個並べるとさくらそんな食べれん、うん、思い出させて。そう、今日電話しました。うん、あ、私さくらんぼ、キャムありがとう、花束ありがとう、ひろゆきこんばんは、リカリンありがとう、花束ありがとう、トール花束ありがとう、ありがとう、青丸花束ありがとう、ありがとうね、八六もありがとう、花束ありがとう、清松もありがとう、花束、ワンポヨもありがとう、花束
ありがとう。マロン犬もありがとう、花束。ありがとう。まくりもありがとう。よしはるもマッキーもありがとう、花束。やばい、めっちゃバーバに言っとくね。また電話しとくわ。ゴンスケ、ハマ、ハマ束、ハマ束って言っちゃった。ゴンスケ、花束ありがとう。ハマも、花束ありがとう。ありがとうございます。みんなコメントありがとう。ちょっとバーバに伝えとくね。うん、なんかうん、ありがとう、たくさんコメントありがとう。バーバに言うね、みんなありがとう。コメントいっぱい来てる。全部見た、見た、ありがとう。タミツこんばんは、ありがとう。あ、エチゴのトイヤもありがとう、花束ありがとう。リエママも花束ありがとう。ありがとう、こんばんは。レガウこんばんは、ありがとう。シンシン花束ありがとう、ありがとう。バーバに伝えるね、みんなありがとうね。ありがとうございます。みんなに見えるところでね、種飛ばそうと思ったけどちょっと恥ずかしくてやっぱやめる今こっからティッシュに向かってプッってやろうと思ったんだけどやめた。うん、おめでとうございます、ありがとう、ありがとう。メロン送って、いやでもね、ケーキは買ってあげたいんだよね、美味しいケーキを。あんまり買わないからさ、バーとか、うん、ペッって手やりたかったんだけどやめました。うん、止めてよかったよいや、うん、全然そう、そうカメラに向かってもやろうと思ったよ、ちなみにさやこんばんは、ありがとう。あ、マナもありがとうね、ありがとうね。そうペッペッうん、そんな人くださいいいよ、みんな種、種くだ、あ、ネタじゃなくて種かください、いつでもあげちゃうよとか言って、いらないでしょ。それを土に埋めて、さくらんぼができた時に我の DNA が入ってると思ったら食べれたもんじゃないね。カメラ割れる、そんな強くない。まだ花束ありがとう、ありがとう、ありがとう。ブックフォローありがとう、ありがとう。これからも仲良くしてください。前髪変えたの、そう、前髪ちょっと分けた、長いからにん。これからご飯、あ、じゃあ我と一緒に食べよう。なんかさ、さくらんぼって食べるのはさ、いい、食べやすくていいけどさ、こう種を出すときちょっとめんどくさいね、うん、DNA が、DNA がいっぱい入ったさくらんぼ勢いがいただきます、食べて食べて。じゃあみんな、我はデザートを食べながらも、今日は毎年やってるんだけど、願い事をちゃんと、まだ時間大丈夫だよね、あと30、あと29分七夕だから、願い事を書いとけば勝ち。カーマイン、こんばんは、ありがとう。さやもこんばんは、ありがとう。わり、いっぱい願い事があるから、いっぱいちょっと作っといた。うん、そう。タンデで食べれるの？飲んじゃダメよ、絶対飲まない。うん、前髪のシワだ。そうよ、前髪が今日いつもと違うわよ。そう。我いっぱい願い事あるから、とりあえずさ、とりあえずいっぱい願いさせて、願わさせて。我欲張りだから。食べれる紙来た？違う、食べれません、これ。全然食べれない。うん、全く食べれないから。絶対食べさせないで、それ食べさせるふりじゃん。うん、いっぱい今日願っちゃう。外れちゃってみたい。さや、キラキラちゃん、ありがとう。ありがとうございます。じゃあまず我は自分の願い事をもう何個か書くね。でみんなの願い事も書いてあげる、書いてあげるというか。さやキラキラちゃん、ありがとうね、ありがとう。しばちんこんばんは、ありがとう。なんかみんなの願い事というか、我マニア全体の願い事を書くの。でもタイムリミットは23時59分までね。早く願い事書かなきゃ。
願いが届かない。いや思ったんだけどさ、あの先聞いてほしいんだけど、願い事ってこれ誰が叶えてくれるの？うん。うりきちこんばんは、ありがとう。キャンはキラキラちゃん、ありがとう。ありがとうございます。自分で叶える深すぎない？ちょっと確かに、いやそうなんだけどさ、うん、やめとこうね、まさにシェンロン、自分が叶える、いやそうなんだけどさ、いやそれはね、まあそうだよ、もうもちろんそうなんだけどさ確かに、そしても短冊いらないよね、もうもう口に出してあんたが行きますようにって自分に願う、うん、かっけー運営さんはリアル。なんかさ、じゃあ姫ね、会おうね、絶対認知してもらいますように。もう名前はバッチグーよ、バッチグー、うん、え、なんかさ、これってさ、なんとかできますようにっていうのをさ、書くわけじゃん。誰に向かって、誰に向かってさ、これって書いてるんだろう。これは織姫様、彦星様に向かって書いてるの、短冊って。織姫に向かって、サンタさん、時期時期、アイドル、うん、ああ笹の妖精、ああ織姫か笹、神主、木本さん、神様、普通の神様に送るな、それ、うん、自分に誓いを立てる儀式、あそうなんだね。願うだけで叶えるわけではない。え、それってさ、願い、星に願いをってそういうこと、星に願いをだから星にやる、神様、叶えるのは自分って書いてたよ。あそういうことね。あじゃあもうさっきさ、藤井がさパッて言ってたさ、自分が叶えるみたいな、うん、自分で叶えるか、まさにそういうことなんだね。うわ、じゃあこれは もはや目標みたいなもんだね。でもさ、あ、そっか、じゃあみんなが病気とか怪我なく健康でいられますようにって書いたらさ、あの絶対みんな怪我なく毎日意識しなきゃダメで、我が配信で短冊に書いてたから絶対に守んなきゃって、全員がね暗示みたいな、そういうことね。藤江いいねいいねいいねー、グー、これチェリーちゃんがよくやるやつ、グーグー、ありがとう。いいね、いっぱいありがとう。よし、じゃあみんな、もう破れたから行こう。短冊の色は意味があるらしい。待って、ひー、それ詳しく教えて。ひー、ちょっと色を詳しく教えてください。最も願いが叶いやすい色はありますか？サナさん結婚して。もちろん。ありがとう。あ、ラブレターもありがとう。西根こんばんは、ありがとう。バラクアもこんばんは。怪我なら大丈夫、みんな大丈夫だよ、大丈夫、毛はあってもなくてもどっちでもいい、何でもいい。よし、え、待って、ペンもう一個貸して。マイネモペンある？39、サンキュー。うん、ラジオで言ってたけど忘れたよし、じゃあまずさ、自分の願い事をどうしよう。あ、自分の願い事は最後でいいか。先にみんな、我のファンのみんなの願い事を書くね。スマイル弟、こんばんは、ありがとう。色は火水とか表すから、叶えやすいとかはないよ。火水火、水とか火水、叶いやすい。ちょっとなんかそんなこと言われたら、そんなわけでもなくても、ちょっと水色とピンク、赤使いたくなっちゃった、優先しよううさらは短冊、ありがとう。願い事が叶えますように、ありがとう。うん、ラッキーカラー、あ、赤だね、赤だ。ちょっとパステルだからピンクに見えるかもしれない。うん、お姉ちゃんは今ね、あれだ、保育園のやつなんか書いてる、短冊じゃなくてお仕事というか、チェリーちゃんのやつなんか書き物してます。うん、よし、じゃあまずみんなと我の願い事にしよう。はい、募集用意、どん、募集します。その間我はメロンもう一口食べる。
歯磨きした。めっちゃうまいこの麺、うん、感謝の色。あ、そうなんだ。成長に関する願い事。あ、じゃあ我自分のやつもちょっと踊っとこう。うん、うんうん、うん、ごめん、お姉ちゃんはね映せません。うん、待って、我のあれは後で書く。自分のはね、イベントでたくさんある。あ、それいいね。イベントでたくさんいますように。うん、うん、みんななんかさおい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 大喜利じゃないんだよ。みさおこんばんはれ、ありがとう。イベント採用、イベント採用します。イベント採用。あのさ、ガチ個人的な悩みとか、あのお願い事とかさ、おー、うん、みんなとイベントで、みんなとイベントでたくさん会えますように。おい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 、なんちゅう願い事や、ここ。そんな願い事がね、まあ叶ったらいいね、みんな。それはもちろん、うん、はい、1個目、みんなとイベントでたくさん会えますように、毎日成長できますように。あ、いいね。あ、それみんながね、みんながそうだよね、みんなが毎日成長できますように、みんなでだね。あ、間違えた。みんなで毎日成長できますように。いいね、この願い事もいいね。金魚短冊ちゃん、ありがとう。願い事叶えちゃって。さよ、ありがとう。こんばんはれ、ありがとう。マイク、こんばんは。うん、ソーラン節踊れますように。絶対踊れるじゃん、もうそれ。マイケル、こんばんはれ、ありがとう。みっちゃん、浮気しませんように。結婚も何もしてません。いや、お腹が少し出てきたので、出てもいいの、少しでもいいのでへっこみますように。腹筋してください。人参爆汁食べられるよ。今日さ、晩ご飯でさ、スープにトマトが入っててさ、それをチェリーちゃんのさ、スープの中に入れたの。チェリーちゃんにあげるって言って、トマトあげるって言ったら、チェリーちゃんもトマト嫌いらしくて、トマトダメ、トマト嫌って言って、チェリーちゃんもスープ食べなくて、で、お姉ちゃんのお皿とかに入れて、お姉ちゃんがトマト食べなかったらメロンダメって言うから、頑張って1個食べた。マジで頑張った。リオリオ、こんばんはで、ありがとう。風になった芝居の、こんばんはで、ありがとう。マリマニアでバーベキューできますように。いいね。なんかさ、オフ会とかね、オフ会、まあそれこそイベントだね、これだよね。これ結構やったよね。うん、我のゴチバーベキューが最悪だよ。やんじゃになりますように。いいね。それ待って、それさ、我の方で書こうかな。うん、字までかわいい、ありがとう。ビリーズブートキャンプが再ブレイクしますように。それもね、ビリーズブートキャンプさんがちょっと載せて、あの自分で書いていただいて、うん、我まで、我の夢がで、うん、そこ、うん、そのままでいい。あ、うん、ありがとう。おやしみ、お姉ちゃんが寝ました。うん、そうそう、それそれそれ、マーロン犬、それだよ、それ。
みんなが怪我なく病気なく健康で、ほんとそれそれそれ、そういうのだよ。みんな見て、マロン犬のこの願い事見て。じゃあ書くね。うん、長怪我なく、怪我なく。もう本当にみんなさ、本当にこのさ、大喜利がたくさん増える中、やっぱちょこちょここう書ける、あ、これいいって、これいいってか、どれもいい願い事だけど、こう、ここ何企画じゃないけど、企画として採用されるこう来ると、なんか、あ、なんかお宝発見みたいな、そんな感覚になるよ、このコメント欄。あ、待って、どこ行った、さっきの怪我なく、あ、怪我なく、病気なく、怪我なく、病気なく、なく健康でいられますように。いやマジこれ大事だよ、ほんとね。コロナとかね、まだ怖いからね。みんなが怪我なく病気なく健康でいられますように。これ大事。そうかわいそうでしょ、ジェリーちゃん。メロン食べるトマト食べる、あれ。そうだよ、メロンどうしても今日配信で絶対にメロンが食べたくて、だからトマト頑張ったんだから。そう、みっちゃんお手本見せないとね。でもジェリーちゃん食べなかった今日、ワル、ちゃんの機会一つでもなく。確かにね、おやしみおやしみ、クマと喋ってる。みんなと喋ってる。料理ができますよ。いやもう料理ね、コロナね。そう、みんな怪我なく、怪我なくは、怪我なくはこれカタカナね、怪我なくじゃない、怪じゃないよ、怪我なく。あや、こんばんは、ありがとう。怪我ないのこれ。なんだ、みっちゃんの姉の天ぷら食べ放題ツアー、すごいツアーだね。 SOU こんばんは、そうこんばんは、ありがとう。みんな髪の毛に敏感だね。1日ネタ1本、3年後には1000本、やばい。ベネ、ベネこんばんは、ありがとう、来てくれてありがとう。元ラストアイドルの高橋みなりです。あれとかびっちゃんって呼ばれてます、気に入ってください、ありがとう。怪我ない。よし、じゃあなんかでも意外とみんなとのやつはこんな感じ。みんなでイベント、みんなとイベントでたくさん会えますように、これ大事だよね。みんなで毎日成長できますように、これは我だけじゃなくてさ、一人一人の私生活だったりがね、充実して成長できるといいね。毎日毎日昨日の自分よりも良くなってれば成長しかないからね。みんなが怪我なく病気なくなく健康でいられますように。これいいね。あ、待ってね、もう一個。みんなが幸せな毎日を過ごせますように。健康とはまた別で、健康でも毎日毎日さあ、ぐうたらな、さあ何もやることがないよって、なんか楽しみがないよって嫌じゃん。だから幸せな毎日、楽しい毎日が過ごせますように、成長。そうよ、時間ないから原油大金持ちになりますようにの方がいいよそれ。ヤマトタケル、はじめまして、元ラストアイドルの高橋みのりです。我とかみっちゃんって呼ばれてます、好きに呼んでください、ありがとう。ねえ、もう笑顔が一番よ。ハッシー、スウェティこんばんはれ、ありがとう。ゆきちゃんもこんばんはれ。いえまるこんばんは、ありがとう。短冊ちゃん、ありがとう。願い事が叶いますように、ありがとう。トール、ありがとう。スイカちゃん、なんか暑い、エアコン消えてる。
ちょっと待って、ちょっと暑い、ちょっと暑い、ちょっと待ってて、ちょっと待って、暑い。これでいいのかな。勝手に勝手にエアコンちょっといじった。これなんか動いてない、音しないもん。あ、落とした。うん、どうしたの。いや本当どうしたのって感じでね、うんとか言って急に画面から消えるんだから。ヤビありがとう、今日さ竹傘売ってなくてさ、短冊ありがとう。ヤビたくさんの短冊、ヤビの願い事が叶いますように。ありがとう、ありがとうね。ちょっとエアコンつけてきた。うん、水着ですか。マサルこんばんは、ありがとう、ありがとう。ね、ドライ、そう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 、横向いて種飛ばすかと思った。やば、突然ね。うん、姉ちゃんね、うん、止められてないんだと思うんだけど、温度が多分あの設定温度25度だったんだけど、多分設定温度になったのか分かんないけど動いてなかった。今あの電源はついてたんだけど、スイッチはついてたんだけどね。卵焼き大臣こんばんは、ありがとう、ありがとう。笹竹どっちだっけあれ。なんて言ったわあれ、うん、まだ短冊ちゃん、ありがとう。願い事が叶いますように。ありがとう。じゃあさ、次我の願い事ね、次我の願い事を書くよ。今年我の願い事、じゃあみんな見てて。書いた今なんだと思う。じゃあ1個いきます。 3,2,1 たらー、読めろこれ。どんな時でも自分のことを信じてあげられますよ。2、これガチね、なんかすごい今年っていうかラストアイドルの1年間そう思ったのが、自分のことを信じなかったから、あ自分が思うようにやればよかったって思うこともあって、だからもちろんね、自信を持つことも大事なんだよね。だから自信があれば自分のことを信じられるから、うん、これどんな時でも自分のことを信じてあげられますように。そう、信じられますようにじゃん、信じてあげれる、うん、ってこと、これ大事よ。うん、信じてる。ありがとう。みんなちょっと思ったよりちょっと良かった。泣きそうって言ってるよ。そう、うん、そう、こちらです。まず一つ目、まあ一発目ね、一発目。あとはまあまあみんな多分分かってるか分かんないけど、うん、お仕事がしたいです。そう、新しい環境になってね、またいろいろなことが変わりますが、どんな状況であれいっぱいお仕事がしたいです。よろしくお願いします。うん、ヤビ短冊ちゃんありがとう、ありがとう。短冊ちゃん願い事が叶いますように、ありがとう、ありがとう。
自分信じられない、ああ我のことじゃ、ありがとう本当に、そう信じる心、ありがとうありがとう。そう我はね、人のことはすぐ信じるけど自分のことあんま信じないからね、本当に大丈夫かなって思っちゃう。それだけ自分を認められる努力しないと、そう努力、ま、努力というか、そう自信をつけるのはイコール努力だからね。そうでもどんなことがあってもね、あの自己肯定感がもう全然上がらない、近いごめんそうね、そう仕事もね、だからね、そうお仕事たくさんしたいです。だからそう結構ね、あのなんだろう、興味を持ったこととかは、あと趣味で好きになったこととかはなるべく言うようにしてる。それが仕事につながるかもしれないから。うん、はい。スタッフが2名辞めちゃう、何の仕事だろう、それは芸能のお仕事でしょうかふっくらご飯こんばんはれ、おいしそうな名前おいしそう。ちょっと緑は何色かわからないけど、とりあえず緑じゃあ意味でね。あ、なん自分の願い事は何だろうな。今年1年間だもんね、来年のね。緑どんなね思いが込められるんだろう、これパステ、そうちょっとエメラルドグリーンとか言っちゃって願い事書かないよ、ありがとう嬉しい、何でもやります。そうだよ、ごめんだけど高いところ以外は、うん、赤い棒を左から右に振るだけのお仕事いかがですか。それもしかして道路でやる仕事ですか、うん、じゃあ1年間、うわチェリーちゃんが落としたお米ついたわ足に。ちょっと待ってね、ちょっとこれも書かせて、やばあと5分で願い事書かなきゃ終わっちゃう。めっちゃ個人的なこと書くね。我のめいっ子ちゃんが元気な1年になりますように、チェリーちゃんが元気な1年になりますように。最近プールを始めたらしくて、保育園で楽しいらしい。うん、だからね、そうやって元気にいっぱいパチャ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 と過ごしてほしいですね、すくすく育つように。あとねチェリーちゃんね、なんかすごい周りの子よりもすごいちっちゃいのよ身長が。この前さチェリーちゃんのコンサート見たけど、マジでちっちゃくって、そのなんかね健康診断引っかかっちゃったらしくて、その後見たんだ、ちゃんと病院行ったら普通大丈夫ですよって、ただちっちゃいだけらしくて、うん、ねすくすく元気に育ってほしいですねチェリーちゃんには。うん、渡るハートありがとう、ありがとう。トマトが世界中のトマトがメロンになりますように、トマト農園の人がもう大泣きよ。あーやはーとありがとうありがとうだとしたらパクチーと人参とレバーもお願い、うん、全部メロンにして。うん、メロディーこんばんはありがとう。そうすくすく育ってほしいですね。我の大切な人、ああもうそれもうこの配信見てるあなたです、あなた、配信見ているあなた、絶対に健康な日々を過ごしてください。うん、体格も高生だからも気にして、そうなのね、今ちっちゃいんだって、めっちゃちっちゃかった、もうかわいい、もうリスちゃんみたい。うん、ショールームは3時まで、今日だから3時までいいね、あと3分かと思ったけど大丈夫。うん、生まれた時何グラム、あ分かんないな、聞いてみるわ。子供の頃背の順はどれぐらいだった。背の順はね、我ね比較的後ろ、小学校の頃はいつも後ろだった気がする、幼稚園の頃はあんま覚えてないけど、確かにちっちゃくはなかった我は。うん、短冊飾らないの、なんかさ今日さ笹竹売ってなくてさ、もうなんかもうさ、もうこうやってやるよね。待って、でももうちょっとさ願い事書いていい。みんな、私はそうちっちゃい子もね意外とすぐ大きくなるから、ね、あの頃めっちゃちっちゃかったのにってなる。うん、売ってるとこ少ない、全然売ってなかった、
まくり短冊ちゃんありがとう。願い事が叶えますように、ありがとう、ありがとう。え、笹、笹なの？え、待って、竹じゃない？竹じゃない？もしかして、え、俺いつも竹でやってたんだけど、あれ笹だっけ？あれ笹なの？あれ竹じゃないの？山で竹、竹取ってさ、やってたんだけど笹なんだあれ、うん、うん、じゃあ笹かも。竹、いや、でっかかったよ、めっちゃでかかった。エスパルスが G1 に残れますように切実、うん、まあ、それありがとう、短冊ちゃんありがとう。俺よし、待って、じゃあ、あ、笹の葉サラサラって、あ、確かにマジそうだね、うん。じゃあ我らに他に何の願い事、まだね、あと 1,2,3 あと5個願える、やばい。まあでも3時まで、今日我らのショールーム、あ、我らの七夕3時までなので、うん。でも意外と願い事って他にないな。我ら願い事、我の願い事、センスが欲しいです、センスが欲しいです。センス、何事にもね、全部のセンス、その喋るセンスだったり、お洋服のセンスだったり、なんか内面外見全てにおいてセンスが欲しい。センスじゃないよ、先に言っとく、絶対センスって来る。あ、来た、ほら絶対に来ると思った、絶対に来ると思ったから、そう言っとく、うん、絶対に来ると思った。センスね、いや、センスね、センスね、あ、センスじゃないから、みんな、うん、みんな、うちは買って、うちは、あ、三拍子さんのチケット完売しますように、いいね、三拍子さん、いや、チケットってか、三拍子さんのライブっていうの、あれなんていうの、ライブ、ライブ、うん、突然言いたくなるワード、こんばんはれ、こんばんは、ありがとうございます、こんばんはれ、ありがとう、ライブ、そうだね、三拍子さんのライブが大成功しますように。これはいい願い事ですね、三拍子さん頑張れ、会いたいな三拍子さん、いつかさ、全く関係ない、そのラストアイドルとか関係なく、あの、どこかでね、急に三拍子さんと一緒にお仕事をするなんて機会があったらめっちゃ嬉しいな。俺泣いちゃうかもしれない。叶えますよ。香織こんばんはれ、元ラストアイドルの高橋みなりです。我とかみっちゃんって呼ばれております、好きに呼んでください、ありがとう、ありがとう。トールキラキラちゃん、ありがとう、ありがとう、うん、そう、そうそう、満席、そうだから、まあ、そのチケットだけじゃなくてね、チケットだけに限らず、その三拍子さんがさ、最後やりきった、大成功だって思えるようなね、ライブだとね、いいよね、今のが願い、うん、あとなんだろうな、我、あと3つかない、3つ、あと夢をね、言っていい、うん、うん、短冊ちゃえば、素敵な夢だから短冊ちゃえば、ちやえば、具志堅さんに、あ、でもね、具志堅さん、そう、今日出ててさ、あーってなって、なんか染みた、あーってな、頑張んなきゃなって思った、うん。あと何書こうかな、あれ、素敵なね、いいお願い事だね、これ。みんな、あと3つ、じゃあ選ん、何か3つ募集、いいなって、みんなで共通した
あの願い事を書きます、ダメだよヘルニアが治りますようになんて、ダメだからねみんな翼こんばんはれありがとう、アクテージタケタこんばんはれありがとう、オロフェフォロー、すごい名前ありがとう、フォロー、これからも仲良くしてください、ありがとう。短冊食べると全部叶えます、そうなの、そうなの、巧みに再会、いやいいや、それはいいな、ヘルニアつらいこうちゃんこんばんはれありがとう、コロナ禁止さ、コロナなくなってほしいね、ちょっとコロナのこと書いとくか、うん、自分のことより人のこと願いがち、いやでもなんか言うてでも俺自分のことも書いてるよ、センスが欲しい、どんな時でも自分のことを信じてあげられて、お仕事いっぱいしたい、あでも3つだけだわ、れ自分の願い事3つしかやってないわ、えシナモンが出たことある、えそうなの、クマモンとシナモン、えでもシナモン強そうだね、めっちゃ世界平和、みんなの願いが、でもね冗談だから食べないでね、あそうなんだ、でもねそう食べれる紙じゃないからさ、食べてるなんてあんま聞いたことないなと思いながらもちょっとメロン食べるね、あ見て途中から来た人のために言うけど、これは静岡の超高そうなメロン、うん、これは静岡産です、静岡なんとかって言ってた、ね、ちょっとぐちょぐちょらへん、これが美味しい、うん、うん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 、シナモンくん男です、日本中の人の髪の毛がふさふさになりますように、別にね髪の毛がねふさふさがいいってもんでもないんだよ、うん、髪の毛がなくたっていい時はあるんだよ、うん、俺ちゃんの滑舌がつまらなくならない程度に滑らかになりますように、うわ切実キアンダーで集まれますように、えそれこれからもずっと、これからもずっとミキアンダーで集まれますように、いいね集まりたいわ、うん、みんなの願い事が叶います、でもそれはねありだよ、あの世界平和ももちろん、世界平和なんかさみんなの願い事が叶いますようにってめっちゃ無敵じゃない、そうすればヘルニアだって髪の毛だって何でもかんでも叶うよ、うん、メロメロになりますね、メロメロメロン、そう綺麗でしょ、夕張メロンみたい、そう静岡のメロンなの、静岡のねあのねメロンめっちゃ有名です、さくらんぼもあるよ、デザート、今日は七夕のデザート配信です、うん、煮付けが食べたい、あかぼちゃ買ったわ、そういえば昨日一昨日いつだか、うん、なんか幸せな顔にいいね、ありがとう、もうみんなありがとう、ちなみにまだ七夕終わってないからね、みんな3時まで七夕だって願い事をし放題だよ、みんなの願い事叶えますようにしよう、願い事ってなんだっけ、なくたって、うん、なくていい時一度もなかった、大丈夫大丈夫、争うと、いやもう本当にそれ本当にそう、命はねみんな大事、みんな老衰がいいよね、みよたんこんばんはありがとう、 HKT23 こんばんはありがとう、りょうまつたこんばんはありがとう、うん、ほんと願い願い、みんなの願い事が叶えますように、腹の方か、どっちが口、口が左、みんなの願い事が叶いますように、だから今ここにコメントしてくれた願い事を
あ、マッチングアプリ成功しますように頑張れ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 これね、みんなの願い事を叶えますように、叶ってほしいな、うん、ガチャガチャ、そう、そういえばガチャガチャもね、あれなんでいっぱいねやったんだよね。この前ガチャガチャやったやつは全然運悪かった、欲しいの全然当たんなかった。みんな漏水、漏水がいい、どう思う、漏水がいいってさ、漏水ってさ、そうだよね、落としでなくなる、だから溺れちゃったりとかさ、火事とかじゃなくてさ、あと怪我とかさ、殺害とかそういうのじゃなくて、何ちゃんとさ、こう寿命でこう何事もなく落としで、次のステップへっていう感じが一番いいんじゃない、どう、マチコマチコもアプリ消しちゃったから、みんなの楽しく配信が、来年も一緒がいいね、確かに来年ここにいるみんなが来年も一緒がいいな、うん、ハッシーこんばんは、ありがとう、ヒートバラちゃんありがとう、ありがとうね、介護がいらないならリアル脳水、うん、やっぱ病気とかさ、病気とか突然のお別れとかってめっちゃ寂しいし、うん、やっぱ思った、突然って嫌だなって思った。シャネルこんばんは、ありがとう。来世もみんな一緒がいいね、どうする、来世さ、来世みんなでさ、どっか同じ家でも住んでパーティーでもする、毎日うーん、まだ老衰にはなれないな、とりあえず我よりも長生きしてほしい、うん、我より長生きして200年後ね、我に2222年を迎えたい、2時22分を迎えたいから、なのでできれば200年、あと200年と何日分かんないけどはみんなで長生きしましょう。一人暮らしで老衰を、あ、じゃあそうだね、みんなで一緒に住むか、我マニアの、我マニアっていうさ、なんかビルでも建ててさ、どうで、毎朝ちゃんと出勤みたいな感じで、今日も元気ですって言って報告するみたいなどう、ホンデッドマンション占領、ホンデッドマンション怖いよ、介護お願いします。いちごのトンやキラキラちゃん、ありがとう、ありがとう、ジーポーお疲れ様、ありがとう、来てくれてありがとう。みんなよりに若者の年金受給額が増えますように。あー、でもそうだね、そうだよね、今さ払ってるやつってさ、ね、全額返ってこない可能性が高いんだもんね、もらえない可能性が高いんだっけ、うん、まあ払わなきゃダメだけどね、うん、うん、朝礼あり東京放送寺生まれこんばんは、ありがとう、うん、まあいいか、あ、これはね、チェリー、めいっこちゃんの、めいっこちゃんのやつです。ビル建てるの願い事にしたら、我マニアビル、うん、誰かお願い自宅から石油でも出ないと叶わないかもしれんの。いや、そうなんで、我マニアビルということで、我が率先してやっぱお金を集めなきゃいけないんだけど、絶対無理だよエチコンドトンやレインボースありがとう、ありがとう。悲しい、老衰しない、欲しい、まあね、長生きするのが一番だよね、そうだよね。まあね、俺もさ、お父さんが亡くなった時にさ、まあ、どっちかっていうと若いのかな、60歳いってないの、50代で亡くなったから、まあ、早い方なのかなって考えると、やっぱすごい、ああ、もっといろいろな景色を見せれたなって思うし、我がね、我自身がラスタイルで何か見せれたものもまだいっぱいあったし、それこそ俺とくないとか見せたかったし、うん、今だってね、次に向かってちょっと進んでいる自分もね、見せてあげれたりとか、まあいろいろあったけどね、若いよね、うん、いつまでも笑顔でね。松島こんばんは、ありがとう、ラジオ体操いいね、みんなで、うん、俺さんが先に行くのにそんな感じになってるねじゃあみんなで、いっせーのでで、うん、そうだね、そう、今のさ、医学の発展とかだとね、うん、深すぎる、そうだね、そうだよね。でもね、もちろんね、なんか私その時さ、調べたの、いっぱいいっぱい調べて、なんかお父さんが亡くなってしまうとか、自分の息子は、自分、我の
子供じゃないけどさ、バーバにとっては自分の息子が先に亡くなるとかさ、そういうの調べてみたら、あのそういうのってどれぐらいいるのかなって思った時に、意外とやっぱりそういう方、まあ、少ないけどあのそういう経験がある人たちってやっぱいっぱいいて、なんならさ、あの我はこれ多分言ったことあると思うんだけど、我実は3人姉妹なんだけど、本当は4人兄弟だったのね。そう、一番上のお姉ちゃんと2番目のお姉ちゃんの間に一人いたんだって。でもまあ亡くなってしまったのかな。そうそうそう、ちっちゃい子も本当に、うん、赤ちゃんで亡くなったみたいに聞いて、ああって思った。なんかそれって別に思い出の日数とか日時日数ってあればあるほどさ、確かにこうなんていうんだろう、辛い苦しいって思うけどさ、で我はなんならさ知らないからさ、その兄弟がもう一人いたっても知らないんだけど、なんかでも一つの命には変わりないし、うん、なんかすごいそういうのもあるんだなって思ってなんかすごい何の話。そうだからね、ねやっぱ怪我なくね、いやマジ健康が第一だわ、ほんとそうやって、うん、年一の健康診断、そう、ほんとそうで、だからそう、うん、70代か、まあね、まあ、年齢関係なくやっぱりね、人の命っていうのはね、平等にね、平等にあるものだから、そう、だからすごい、うん、うーってなることもありますよね。そう、みんなが怪我なく病気なく健康でいられますように、これは本当もうエマにしたいぐらい、エマでも願い事したいぐらい、これ大事よ本当に。あーや流れ星ちゃんありがとう、うん、ゆうありがとう、たんどくちゃん願い事が叶えますようにありがとう、うん、日本って世界一寿命長いんだ、あそうなんだ、やび、たんどくちゃんありがとう、願い事が叶えますようにありがとうございます。そうそうそう、受けたことない、マジ絶対にみんな頑張ろうね、うん、相当目いってたと思う、いや本当だよ、そうそうそう、自分より先にね子供が亡くなってしまってマジでね、うん、みんな大事に生きようね、そうそう、事故もそうそうそう、トールダルマちゃんありがとう、青丸短冊ちゃんありがとう、願い事叶えてねうん、腰とそう、ヘルニアもね、うん、怪我うん、先月他界したけど、そうだね、我もねしばらく時間がかかりましたね、受け入れるのに、うん、別に受け入れなくてもいいんじゃないかなって思うけど、無理して、そう、無理する必要はない、ああいうのって全部時間が解決するものだから、一緒にいた猫が亡くなって今でも寂しい気持ちあります、うん、でも今日の七夕の日、星と一緒に見てくれてるはずさ。ちなみにめいこちゃんはよく猫ちゃんのモノマネをするのと、あのペットショップじゃない、間違えた、スーパーとかでさ、たまにさペットのさ餌とかあるじゃん、なんか袋で大きくスーパーとかになんか売ってるんだけどさ、その猫ちゃん見るとニャーニャーって言ってこう抱きしめてる、いつもかわいい、うん、無双チキなんて毎日生きるだけで精一杯、いや本当だよね。 V フォントこんばんは、ありがとう、ありがとう。そうだからさ、そういう戦争とかがある地域からしたらさ、老衰なんて言ってるだけすっごい幸せなことだなってめっちゃ思うよね、うん、本当にそう。タディスこんばんは、ありがとう。りょうたこんばんは、ありがとう。受け入れてないな、まあねやばい、なんかどん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 ズミこんばんは、ありがとう、ありがとうございます。ロこんばんは、ありがとう。じゃあ最後の願い事は、餌の袋をそう、にゃーにゃーにゃーってめっちゃ鳴き声真似して、あの猫ちゃんの袋を抱きしめてる。最後は平和だな、じゃ平和、平和、令和みたい、平成と令和の混ざり合った感じ、うん、平和が一番。難病分かった時しんどかったけど諦めなかったから今がある、
素敵だ。我のおばあちゃんも難病です、うん、でも頑張ってる。それはそれでまた違う生き方もあるしね。そうならなかった、そうな、その難病とかがあって気づくこともたくさんあるからね。うん、目が、これにつきます。みんな平和に頑張ろうね。 Love and Peace。 マナキラキラちゃん、ありがとう、ありがとう。日中超我はミオタン、あの我は人間、人間国で差別しませんよ。ハッツィこんばんは、ありがとう。そう、平和が一番、うん、来年、来年じゃない、次はね、そう、あの平成でも令和でもなく平和です。キャム、キラキラちゃん、ありがとう。トシちゃん、スケオこんばんは、ありがとう。チャハ定食こんばんは、ありがとう。笹につけて写真、いや笹でもあるかな、どっかにあるかな、それかどっか。でもセロハンテープ、そう、あのね、このお家セロハンテープないらしくて、あると思ってセロハンテープ買ってこなかったの、壁に貼ろうと思ったのに。ないよって言われて、え、ないの、どうしてるの、どうもしないよってセロハンテープ使わないらしい、生活しててセロハンテープを使う時が一回もないらしい、うん。今日じゃあ願い事の、願い事の、おさらいします。皆さん、待ってね、あ、意外と自分の願いも書いてたわ。あんまつかんね。はい、コタフォローありがとう、イエーイ、ありがとう。これからも仲良くしてください、ありがとう。では行きます。センスが欲しいです、これ我の願い事、センスが欲しいです。我のめいっこちゃんが、元気な一年になりますように。そしてどんな時でも自分のことを信じてあげられる、あげられますように。次は、あ、これからもニキアンダーで集まれますように。はい、いっぱいお仕事がしたいです、いっぱい仕事がしたいです。次、はい、三拍子さんのライブが大成功しますように。わあ、流れ星ありがとう、ありがとうね。みんなが幸せな毎日を過ごせますように。にみんなの願い事が叶いますように。みんな願い事した、みんないっぱいしておきな。今日の3時まではね、このルームに限り、このルームに限り3時まではまだ七夕だから、うん。次、みんなで毎日成長できますように。にに、そしてみんなとイベントでたくさん会えますように。これは会いたいね、本当にいろんなイベントで会いたいね、ありがとうね。流れ星たくさんありがとう、ありがとうね。みんなが、みんなが怪我なく病気なく健康でいられますように。にこれね大事よ、ここ。はい、そして平和ね、平和、平和に健康でいられますように。たらーん、にたくさんありがとう、流れ星もうずっと流れてたね、もうずーっと我がお願い事をやってる時ずっと流してくれた、ありがとう。オギいっぱいありがとう、マロン犬もいっぱいありがとう、オギマロン犬、オギオギマロマロ、オギマロ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 ありがとう、たくさんありがとうね、オギマロ、おぎまろんけん、ありがとう。二人合わせておぎまろです、よろしくお願いします。コンビ名流れ星のおぎまろありがとう、おぎまろんけん、ありがとうね。すごい、本当になんかね、本当にあの七夕って感じした、さっき流れ星いっぱい流れて、ありがとう
流れ星中へ。そしてご挨拶が、レフ番こんばんはありがとう。真の気持ち、あ、クマもめっちゃ応援してるんだね。瞬時間早期入力希望、こんばんはありがとう。ににに、わわゆあじじ、こんばんはありがとう。みんなが健康で幸せでありますように。素敵。きよたんこんばんはありがとう。関係者本当よ、本当そう。でかヘッドひまりいちごありがとう。ありがとうね。え、星野ゆうきこんばんはありがとう、来てくれてありがとう。うん、肩こりと腰痛改善を願っておいて。おぎまろの流れ星、そうだよ、流れ星ってさ、あ、ちょっと流れ星ってさ、何、流れてる間にお願い事すると叶うっていうよね、うん、ということで、うん、こんな感じでした。願い事たくさん叶いますように。あ、自分の願い事後ろになっちゃった。みんなの願い事が叶いますように。あ、これはね、車のおもちゃです。寝ちゃう。ありがとうホビロン、こんばんはね、ありがとう。あ、みんな流れ星だ。今日書いた短冊が叶いますように、今日書いた短冊が叶いますように、今日書いた短冊が叶いますように。お願いお願い、今日書いた短冊が叶いますように、今日書いた短冊叶って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 、みんなやばいやばい。待って、流れ星だけ。今日書いた短冊が叶いますように、みんなが幸せになりますように、みんなみんなお願い、みんなが幸せになりますように。みんなの幸せが我の幸せ、健康第一。みんなで200年生きて、みんなとここにいるみんなで、2222年2月22日2時22分を過ごせますように、みんなで一緒に2022年2月22日、2時22分を過ごせますようにお願いします。一緒のお願い、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 お願いとか言ってみんな、みんなありがとう。ちょっと待って、どこだどこだ。ありがとうみんな、ありがとう。なんかすごいいっぱい来た、いっぱい来たよ。ありがとう。どう、これで叶いそうかな、叶いそう。すごいいっぱいありがとう。なんかすごい大量に、あの今日、あのあれだね、今日流れ星投げてくれた人みんな流れ星っていう、お笑いコンビを組むことをお許しいたします。はい、おぎまろから、新しいメンバーが加入することになりました。メンバー発表します。よしはるありがとう。よしはるありがとうね。そしてさやもキラキラちゃんありがとう、ありがとう。おぎ流れ星ありがとうね。マロンケンも短冊ちゃんありがとう、ありがとう。キャムありがとう、短冊ちゃんありがとう、ありがとう、ありがとう。マナ、おぎありがとう。おぎ、マナ、キャム、キャム、おぎ、マナ、おぎ、キャム、マクリ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 、マロンケン。コンさんありがとう、短冊ちゃんありがとうございます。ありがとうたくさん。マナ、マロンケン、ホービロン、さや、マクリ、マナ、キラキラちゃんありがとう、さやありがとう、オビロンマクリマナオギマロンケン、マロンケン、オビロン青丸マクリマロンケン、さやオギサンソンマグリオギハビラマロンケンサンソン。やばメンバーが増えましたね、たくさんありがとうございます。ありがとう、キャンプもホビロンオギありがとう。やっぱ顎疲れてきた。マナありがとう、マナ短冊ちゃんありがとう、ありがとうね短冊ちゃんありがとう。願い事マジ叶って、叶えたね、みんなで叶えようね、叶えようね。マクリオギキャムマクリシンシン、ササニシキ、ササニシキ、ササニシキってこれもしかして違う。こんばんはありがとう、流れ星ありがとうございます。ヴァンパイアもありがとう、カスタネットレンボスありがとう、オギ短冊ちゃんありがとう、ありがとう。ヴァンパイアキラキラありがとう。写しておきますね。うん、ちょっと一瞬待っててください、すぐ戻ってきます。
ベベベーン。くまちゃん全然夏バテ、動いたりして怖い、ぐったりしている。そうということでね、かわいいホビロン、ありがとう。うん、よし、じゃあちょっとね、みんな今からやりたいことやるんだけど、ちょっと待ってね、よいしょ、やりたいことやるんだけど、ちょっとセッティングして、みんなにね、ちょっと踊ってやる？よし、じゃあみんな、ちょっと待ってて。では、皆さん今から、やりたいことをやりたいと思います。ちょっと待ってて。ちょっと、やばい、暗すぎて、待って、待って、ちょっと待って、足元がわからない、やばい、ちょっと待って、やばい、暗すぎて全然わかんない、ちょっと、あ、待って、あ、やばい、自分家じゃない、よいしょ。それでは、皆さん、これ何あれあれ、ちょっと待ってね、これね、一応星をね、みんなに星を見せたかったんだけど、なんか曇り空、これ曇り空映ってるわ。怖い、うん、空なんだよねこれ一応。あれめっちゃ曇ってるねこれ。あ、待って、でもこれ、あれ、星が濃くなってきた、みんな星が濃くなってきたよ。ちょっと待って、これさ、もしかしたんだけどさ、ちょっと待って、これちょっと待ってね、ちょっと説明書読みます。あ、ロンドンから見える景色らしいね。あ、ごめん、ちょっと今これ箱が映ってます。箱。ちょっと箱を映してます。ロンドンの空。1月上旬。あ、1月上旬の午前0時頃から見えるロンドンの、星空が、映し出されてるらしいですね。見て、みんなどんどん雲がなくなってきた。え、ほらほら、やっぱわかる、ね、ちょっとわかる、みんなわかる、わかる、あ、ちょっと、うわ、なんか暗くてわかりづら、ホラー配信見える、ねそう、あのね、雲なくなってきて薄くなってきたで、なんか隠れミッキーが出てくるらしい。星出てきた。あ、見えてる？ UFO じゃないんだよね。星見えてきた？おい、みんな星を見ようぜ。おい、みんな。
よいよよいよよ、ロンドンの1月の午前0時。え、暗すぎ。あ、え、見て、みんなわかる？うわ、ちょっと細かいかな。ちょっと待ってね、みんな。ちょっと待って、ちょっと待って、これカメラ反対にしよう。ほら、見て、外画面にした。やばない。ロンドンの街並みです。あ、星が、星が増えてきた。みんな。マジ嬉しい。音あげるね。これ赤ちゃん用なんだって。ねえみんな、これ見て何を感じる？これさ、こういうのさ見るとさ、あー頑張ろうって。あ、これ、え、待って、天の川ある。これってさ、これってこのこれって天の川。え、七夕じゃないこれ。これそう、みんなこれ赤ちゃん宇宙を見てる感じねえ。 BGM の調子大丈夫？全年齢開ける。そうそう、赤ちゃん用子供部屋みたいな。タワーブリッジ、これね、綺麗だね。こうやって、これさ、プラネタリウムとか行ってもこれ、 あれあの星じゃんとか言って、うん、いいね。これね、こういうの見ると、なんか悩んでることとかもあるけど、みんなそれぞれ頑張ってるから、我も頑張んなきゃなって思ったりするわけですよ。皆さん、レインボーブリッジってどこもタワー、ああ、私これ日本で例えてみるか。あれがレインボーブリッジで、ドコモタワーで、この木、この木は代々木公園、代々木公園で、愛、この飛んでるのが愛地球万博みたいなやつ。都庁もある。どれだ、都庁全然知らない。あ、これこれどっかの学校、暗闇で飛ばないように言ってください。確かにこんな真っ暗で飛んない。この地球儀とかもそうだよね。このさ、地球儀とさ、気球、これこれとこれ、こんな真っ暗な時に飛んだらね、なんかね、カラスとかがさ、ピュンって刺してさ、くちばしで穴開いてさ、落ちちゃうかもしんないよね。今ちょうどレインボーブリッジ渡ってる。見えてる、マロ。あ、これが都庁なんだ。なるほどね。星を見、皆さん、コンサさんからの、注意事項、あの星を見てくださいですっていう感じ。これをちょっとね、みんなにね見せたかった。我の家はね、みんな知りたい、我の家。我の家、この星、この星にね、我の家あるんだ。このでっかい星ね。で、まあぶっちゃけ言うと、これかな、これ、この H みたいになってるこれね、これがあの我の家です。ほら綺麗っていう感じでした。ちょっと腕疲れてきたな。あ、腕が、そう、だからみんなもしも地球に何か起きたら、あの星、我の家あるから、みんな全然逃げちゃって。そうそうそう、ベジータ、ベジータって惑星なの？ベジータは、まあ、ベジータじゃ、あのなんか2個、え、待って。
線かびっくりした。なんかこの星線が入ってると思ったの。この星さ線が入ってると思ったら風船だった。ほら、そういえばさ隠れミッキーあるって言ってたわ。そういえばこれみんな見つけた隠れミッキー。うわめっちゃ首疲れた、うん、隠れミッキー。そう立派そう惑星ベジータっていうのはなめくおたまじゃくしね、すごいよね。うん、そうごめんマジごめん。え、そう隠れミッキーあるって言ってたんだけど全く見つからないんだよね。ハートっぽいのもある。そうそうそう、え、ちょっとみんなもしも見つけたら言って。さっきクマの形がミッキー、あーもうダメだ手遅れだじゃあみんなそろそろ終わるね。この何なんだっけこれプラネタリウムだ。プラネタリウム終わるね。ちょっとね首がやばい箱にある、そんなことある箱で隠れミッキー探せってあーでもまだミッキープラネタリウム終わりたいと思います。ちょっとごめん首痛い、ちょっと待ってね。よいしょ、俺の顔見えるの顔です。これプラネタリウムに照らされた俺の顔見える、みんな眩しい。これプラネタリウムって綺麗ね、本当に。よいしょ。なくなった。ということでした。はあ、こび痛い。これがどうしてもやりたかった。タラララララ。腹筋が。さっきさ、これソファーなのこれ。だからこれずっと腹筋こうずっとこうやってずっとやってたの。もうね頭もねこれだからずっとこのままだったからめっちゃ腹筋やばかった今。うん、後ろの黄色いやつ隠れミッキー、あ、これ、あ、これねチェリーちゃんのあれだわ、シールだ。みんな街並みの中に ディズニーの仲間たちがいます。だって仲間がいたんだって、あの街並みの中に。マジ？いた？いた？明日筋肉痛だよ。そうダイエットにぴったり水分だけ腹筋たちょこかよありがとうございます、うん、腹筋もガンガン。いちごのトンやレインボースターありがとう、ありがとう。素敵な演出、いや本当にね、そうみんなと星が見たいなって思った。いろいろ考えて、いやもう本当ありがとうね。今日曇りだよね。みんなだって今日さめっちゃ雲があって晴れてはいたけど星見えなかったから。しかもさこれね川あったよね、川。え待って、今さ我さ30分のやつでやったの、30分タイマーで。えこれさ5分のやつにしたらさこのオーロラ見えたんじゃない。えオーロラ見たかった、オーロラ見えるんじゃない。ちょっと待って、これ一瞬ちょっとつけとこうかな。5分にセットしてこれ多分今、あ見てまだ雲ですね、まだ雲なので
もうちょっとしたらちょっともう一回電気消してさ、オーロラ見てみようよ一緒に。ね、これ多分5分。これ今雲だから、1、2分経ったら、2分経ったら、2、3分経ったら、ちょっともう一回電気消してみよう。うん。うん。まだ雲だね。我の顔でオーロラ嫌だな。たかこんばんはで、ありがとう。結構空見える。あ、本当に？本当に？星大好き。先に言ってもらわないと。いや、本当本当我も、ね、知らなかった。と出るわけじゃないんだ。ミッキーいた？え、ミッキー見つけた人いた？すごい。チューしてるのどこだろうね。あ、ねえねえ、ちょっとチューしてるこれじゃない？え、これじゃない？よいしょ。これじゃない？これチューしてない絶対。これだわ、これだわ。こんばんは、グッサン、こんばんは。これミッキーとミニチューしてます。はい、ミッキー。ね、あとね、ほらこれとかさ、ドナルドじゃない？これドナルドじゃない？ごめん、ちょっと全然ごめん、オーロラ映すの忘れてた。あ、はい、オーロラ来ました。皆さん、はい、オーロラの時間です。はい、ちょっとオーロラが綺麗ですね。なんか色が、なんかさ、カメラに映すと、あ、待って、ちょっと待って、カメラに映すとさ、あれあれ、あ、あれあれあれ、終わった。え、あれ、あ、ごめん、ちょっと待って、はぁ、ちょっと、あ、間違えた。5分経ったみたい、スイッチしてから終わったね。最後なんかさ、あれあれ、色全然映んないなと思ったら終わってたからだ。はあ、グーフィー、あ、グーフィーなんだ。え、見た、みんなキス見た？キス、あのミニーちゃんとミッキーのキス見えた？桜商店こんばんは、ありがとう。ユーフォニそう、ロンドンでオーロラ出ないんだけど、レーンフォローありがとう、ありがとう。オーロラの中に隠れミッキーいた？マジすごい、オーロラの中にも、あ、でもそうだ、雲や夜空の中の隠れミッキーもとかして、あ、やっぱいたんだ。じゃあ酸素流れ星ありがとうございます、ありがとう。我の指で最後終わった。いや、非常に熱々でしたね。オーロラの中にもミッキー見つけた。みんな意外とね、意外と見つけてるもんなんだね。あ、本当だ、オーロラの中にもいるわ。夜中に他人のイチコロ見せられると。いや、でも確かにね、え、確かに多分いっぱいあるんだと思う。他にも多分いるわ絶対。これプルートもいるっぽい。プルートも言ってた。グーフィー、ドナルド、なんか、まあ、他にも多分いるんだろうね。終わり。よいしょ。皆さん、夜の旅終了です。ありがとうございました。全部見つけた。え、マジでね、でも全部見つけるってなったら多分首痛くなっちゃう。絶対首痛くなる。我の首がもうあーってなっちゃう。ということで、ディズニーでしたね、これ。これもね、我のお父さんがジェリーちゃんに買ったらしい。わー、マジほっこりした。
だってさこのさパッケージ綺麗でしたね。でもねやっぱさやっぱ綺麗だね星空って。いやこちらこそありがとう、一緒に見てくれてありがとう、本当素敵だったわ。いや俺さプラネタリウムさマジで好きなんだよね。いい先生ね見てほら これがもう商品のこのパッケージがそもそもチューしてんの2人、ミニーちゃんとミッキーがのもう見せつけられたね。ねえそれもさ結局前さみんなにさこのどのプラネタリウムの機械がいいですかって昔さコメントツイートしたことがあってさファンの方から教えてもらっててさ Amazon のやつでさお気に入りじゃなくてなんかその追加してあるんだけどさ結局さまだ買ってないんだよね。1万円するやつ、それをチェリーちゃんに見せて見てミーニャンのやつめっちゃいいでしょって大人も十分楽しめます。あ、さあとさ大人の人もさ楽しめるっていうのもさやっぱディズニーってさ子供だけじゃなくてさなんかこう曲がいいよね。今さ今この曲流れたけど星に願いを多分さちょっと聞いてて、ほら曲変わった。カートなんかでもそうだよ、まあ、ミニャンのすごいでしょってプラネタリウム聞こうと聞く、うん、サンシャインプラネタリウムだいいね行きたいね。ほら曲がさいいよね。これはアンパンママミキマスマーチ聞こえる？音でかい。さとかあとはあさっきこれが流れてたんだジャズバージョンで、こっちがオルゴールバージョンの。これオルゴールバージョンだって。って感じだ。はい、終わり。ねえ、こういう大人がさ楽しめるっていうのもこういうところだよね。きっと曲とかもさあって、ディズニーってやっぱ共通じゃん。なんか星空だけじゃなくて、そういう目じゃなくて耳から楽しめるみたいな。ついでにこれアロマとかあったら最高だね。まあそれは別に自分でやってくださいって感じか。うん、ということでした。手に収まるやつ、ほら見てここでも注意してる、ここでも。お疲れ様でした、ありがとうございます。そうね、すごいよね。でこの2曲しかない、これ定食ですか。曲名、そう名曲、そうそうそう、病院とかで歯医者さんの中で流れて、そうリラックス、そうアロマとかさったらね、ありがとう。いやこちらこそありがとう、ありがとうね。そうかっくんこんばんは、ありがとう。3時まで見ようか寝落ちするかもしれない。 MC よかったでこうね、これがアホの顔じゃないとか言ってテンション上がっちゃったの。絶対みんな我と一緒に見ない方がいいよプラネタリウム、俺テンション上がっちゃうから。綺麗だった、久しぶりに夜空見た感、しかもみのりちゃんとね。我もさあのこの前はあのお姉ちゃんと見たんだけど、あとママとも見たんだけど、あいいね。しかもさショールームだからさ喋りながら喋れるし、いっぱいいっぱいあんま良くないんだけど、多分さこういうさプラネタリウムってゆったりさこう心を落ち着かせてみるものなんだけど、なんかさこういう楽しみ方もあっていいよね。うん、線香ある、いいじゃん、あれ線香大好きだよ、お線香好き、癒されました、ありがとう。いやもう本当ありがとう、ちゃんとした作り、そうなのよ。そう3時までもう多分寝ちゃうよあれ、うん、本当のプラネタリウム爆睡しちゃうんだよね。あれさ気温とか温度もちょうどいいしさ、あとなんだっけ匂いもさめっちゃいい匂いするんだよね。でもさ最近は換気がすごいからたまにちょっと寒くてブランケット羽織らないとダメ。うん、蛍の光いいじゃん。
あ、何時まで、あ、もう前もう1時か、あ、何時から始めたんだあれ。うん、夜空見に行きたくなった。あれもね、沖縄のやつが、え、来月見に行くの、すごい。あれはね、沖縄のその夜空が忘れられなくって、マジで綺麗だったの、沖縄の空が、夜空が。だからね、見たいんだよね。うん、何時一緒に見たかった。え、でも本当にね、みんなと見れるのはすごく幸せ。よかった、みんなと見れて。そう、今日はね、絶対みんなと見るんだって決めてたの。そう、みんなと見たいなって思って、しかも今日七夕だし、ちょうどいいと思って。うん、だから本当はね、チェリーちゃんのご飯前にちょっとだけ配信しようかなと思ったんだけど、いや、夜にたっぷり時間を使おうと思って撮っといた。で、メロンを食べる。甘い、絶対下むくんじゃう。うん、11時ぐらい、11時ぐらいから始めてるのか。もう、いや、もう2時間もやってるんだ。うん、いいね、私はサイリウム。確かにね、サイリウムね。手を合わせて祈りましょう、皆様待ってください。その気持ちが悪い。いや、でもね、もう一回また今度さ、あれ、分かった、ちゃんと買うわ、あれ、ちゃんと買うから高いの。そしたらまたみんな一緒に見よう、ちゃんと一緒に見よう。みんなお願い、また一緒に見てください。指切りげんまうずついたら針千本伸ばして、たわしも飲んじゃって、こびしてたら落ちた。あ、ちなみに映していいよね。チェリーちゃんはなんかすっごいいっぱいおもちゃ持ってて、こんなかわいい。チェリーちゃんここに立ってね、ミーニャーンって叫ぶの、ライオンキングみたいに、かわいい。これ滑ってシューって滑って、ブランコがすごいよね。怖くない？これだけ動いてるとめっちゃ怖いよね。って感じ。そう、ぬいぐるみ、あ、そう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 。そんな感じ。あ、でもね、チェリーちゃんはね、あそこ座ってる、普通に座って遊んでる、ブランコみたいに。うん、ブランコに乗ったらダメだよ。うん、絶対乗れない。うん、何でも揃ってる。いや、そうなんだよね、結構おもちゃ多いんだよね、ここのお家だから。うん、今日あれもお寿司のおもちゃ買っちゃったし。また、うん、だるま 2.5 旗ありがとう。あ、やばい、 HP が減った今ので。ごめんね。いちごのトイヤ旗ありがとう、ありがとう。いわゆるハリセンもノーマス、タワシも飲んでとかいろいろ喋ってた。バチが当たったね。プラミネタリウム鑑賞会よろしくお願いします。マロかわいい、ありがとう、ありがとう。ちょっと手で持つね、ちょっと充電が。うん、もう8日だから七夕。え、全然3時まで七夕だから、うちらの七夕はまだまだ終わらないよ。あと2時間あるよ、うちらの七夕。うん、ね、やろうね、また。ネム、こんばんは。フォローありがとう。これからも仲良くしてください。ありがとう。プライドロックって何？うん、壊れるから乗らないで。そう、我が乗ると壊れます。我から。あ、これはね、これはジージかな？あの、我のお父さんだと思う。多分買ったのは。多分我のお父さん。うん。確かそうだった気がする。我かわいい、ありがとう。これもブランコ乗ってみては。ダメダメ、もう壊れちゃうかも。でも乗った時壊れなかったけど、ちょっとこうニュってなった、ちょっとニュってなったから、やっぱり怖い。あ、たくさんの初見さん、ありがとうございます。元ラストアイドルの高橋みのりです。俺とかみっちゃんって呼ばれてます。好きに呼んでください。
ありがとう来てくれて。ちょっと今ね腹筋使って体をなめらせてます。ちょっとね影がめっちゃ初見さん来てた。ゆずたらこんばんは、ありがとう。いや逆転しちゃったわ。プラネタリウム会参加費おいくら？参加費はあの無料です。あの高橋みのりに星1個投げればそれで OK 暗い中で握手してください。どうする我がハリセンも持ってたら怖い。3時まで配信する。あでもさすがにねちょっと3時までは無理かな。もうちょっとしたらでも寝ようかな。てか片付けしなきゃ、うん、鉄棒って今でもできると思う。鉄棒はできますね。うんできる、うん、乗った。そうなんかねチェリーちゃん結構おままごととかもそうなの。遊ぶ時っていつも交換子するの。絶対に自分だけじゃん。楽しい時って自分だけじゃなくて、例えばおままごとで料理作ったら、あチェリーちゃんっていうのは自分のめっこちゃんの名前です。名前じゃないです、あだ名です。そうチェリーちゃんはなんだっけご飯を作る係をしたら、はい次みーにゃん交代って、で次我がご飯作る係でチェリーちゃんがご飯食べる係とかやったりとか、あとなんだっけ、あ昨日お風呂一緒に入った時とかは遊ぶ子悪者役、あのバイキンマンとか、まあ、いっぱいあるんだけどおもちゃがバイキンマンとかで悪者役やったら、はい、次やる交代って言って交代したりとか、うん、だからブランコとかも交代って言ってその押す係と乗る係そうやったりして、えらいよ本当に。かわいいね。過去のタクトじゃねえよと今言いません椅子に入らない。あ椅子にはね入る、ちょっと入る、まあ、ちょっとっていうか、まあ頑張って入ってる頑張って、まあでも、まあ、普通に入るんだけど、あの椅子にはうんーだったにー ってなった。そんな人やめな。あのでっかいやつか、あのブランコ全然だよ。もうこれキュッキュッキュイって感じ、キュイキュイしてる。もうね振り幅が狭いからこのブランコは。うんうん、保育園です、保育園。そう交代してて交換って、そう何でもかんでもそう優しい子にさ、そうなのよ本当に。美味しいね食べ物とかも全部一緒に食べたがるの、うん、優しい子です。小さい頃一番遊んでた遊具って何か覚えてる？いやね、小学校の時に、小学校の年少年中年長さん、年中、あ、それ幼稚園か。あのさ、1、2年生と3、4年生と5、6年生で遊ぶもの違くって、5、6年生はずっと縄跳びしてたかな。縄跳びと、まあ遊具、鬼ごっことかそういう系かな。あと、いや3、4年生も多分縄跳びかな。縄跳びだけど、1、2年生は圧倒的にブランコだった記憶がある。てかブランコだね。うん。ブランコで、なんか嫌な記憶があるんだけど、おやすみ、ゆず太郎。ありがとう。我、幼稚園だった。うん。そう、我、あのね、そのブランコで、小学校1年生の時が1年3組だったのね。1年3組って黄色色なの。黄色、3組が黄色色で2組が緑で1組が赤だったんだけど、で運動会でなんか赤が勝つみたいな、なんか4つブランコがあって、我と友達で乗ってたので、6年生が乗ってたの横に。我友達2人で、6年生2人で乗ってて、でその運動会シーズンでなんか6年1組の人がなんか赤組が絶対勝つんだよね。赤って情熱の赤だしとか、優勝する赤だし、何でも勝っちゃう赤、天才の赤色ってずっと言われてて、まあ、我今赤好きだからあれなんだけど、それにカッチンときて、黄色は絶対に勝つ色みたいな、めっちゃ対抗してたんだよね友達と。で黄色は本当にすごいみたいなずっと言ってて、でそしたら6年生の子たちがなんか黄色は弱いみたいな、黄色はなんか、まあ、まあまあちょっとそこ覚えてないけど、すごい悪口言われて、で我がなんかもうバチッときて、赤は血の色、血だらけの色みたいな言って、それで6年生が怒っていなくなったんだから、そんな感じの記憶があります。ずっとその記憶がある。その時だけの記憶、多分めっちゃ覚えてるんだよね、1年3組の時のあの記憶そう血の色って言ったのを覚えてる
血がいっぱいだとか言って、そうあの時ちょっとまあやばいなと思ったけど、カレールとか言われがち、カレー、そうなんかあの時のね、我はね幼いながらにして6年生にすごく対抗してた、子供の趣味と色で、そう運動会のシーズンだったから、そうこうってやってましたね。ブランコのチェーンをぐるぐるに回していたずらしてあるのとかってなかった？あ、公園はね、公園はあったけど小学校ではなかったかな、多分ないかな。ブランコ、あ、うん、ちわ、いや、ほんとよ。うん、イロイロハッピーハッピーやよ、あ、ハッピーハッピーハッピーチェルヨレハッピーチェルヨレ、今は血の色が好きなんだね。そうなんだよね、赤大好き、赤が一番好き。運動会勝ちましたか？1年生の時は勝ってたかな確か、うん、1年生、あ、だからね、ずっと勝ってた。なんかね、あれ運動会って全部勝ったんだっけ、6年間あんま覚えてない。でも1年生の時は確か勝った気がする、うん、確か勝った気がするな、優勝してた気がする。1組わかん、1組が2位か3位かわからないけど、3組、6年3組、5年3組、4年3組、3年3組、2年3組、1年3組の人たちは確か優勝した気がする、1年生の時。うん、6年生やっつけた、ちょっとブランコの時はやっつけたか、ちょっとそんな覚えてないんだよね。ただそこの記憶がめっちゃあるの、言い合いしたって記憶。高橋ちのり最悪だ。遊びに来たたけし、こんばんは、ありがとう、ありがとう。元ラストアイドルの高橋みのりです。我とかみっちゃんって呼ばれてます、好きに呼んでください、ありがとう来てくれて。うん、黄色のパーカーとかかわいい。まあね、まあちっちゃい子の、あのちっちゃい子の争いっていうのはね、そういうもんだからね。うん、ちっちゃい子って本当になんか些細なことでね、なんでも、だから我もなんかあんなのでね、いちいち反発しなきゃいいんだけど、今言われたら別にふーんって感じだけど、当時は多分ね悔しかったんだろうね、言われて、うん、黄色組が勝つんだって思ってたと思う。ポジポジこんばんは、れ、元ラストアイドルの高橋みなりです、我とかみっちゃんって呼ばれてます、好きに呼んでください、ありがとう。色が、人生で好きな色って何回変わった？2回？いや、1回。うん、幼稚園の頃はね、水色が大好きだったんだよね。あのね、水色ばっか使ってた気がする。確かクレヨンのやつが水色が好き。幼稚園の記憶があんまり覚えてない。確か水色だった気がする。なんかね、小学校の時ね、小学校幼稚園の時にピンク好きっていう子はブリッコだっていうイメージがあったんだよ。ブリッコの子が、もうあの私キャピキャピみたいな子がピンク好きっていうイメージだったから、うん、水色が好きって言ってた気がする。そういうイメージがあったんで、ピンクには本当非常に申し訳ないと思うんですけど、うん、我応援団なので、あ、応援団やったわ、そういえば、そういえばやった。負けず嫌いが出てた、そう出てた、色だけ、いろいろ色だけに、そういろいろね、うん、あったのよ。あ、これはね、うちのめいっこちゃんのぬいぐるみです。うちのめいっこちゃんがあのおままごとするときに相手してくれる方です。はい、こちら演者さんです。金宝、なんだこれ、なんて読むんだろう。子供はピンク、そうピンクはね、なんかね、全ピンク、そう本当申し訳ないんだけど、そうピンクはねなんか好きじゃなかったんだよね。今ピンク可愛いと思うんだけど、可愛いと思いつつもやっぱあの、うん、ちょっとピンクはぶりっこの色だって思ってた。だけどあのね、パワーパフガールズかな、小学生の時にパワーパフガールズを見て、そこから赤とかピンクが好きになったのかな。もほより普通にピンクが好き。あ、声でかくなった、ごめん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 。なぎさライン、なぎさラインフォローありがとう。これからも仲良くしてください、ありがとう、来てくれてありがとう。終電逃したクマ。あ、皆さん初見さんありがとうございます、ありがとう。もう終わるかな、でもまあ、でもまあ間もなく終わります。
まあそんな感じです。私の過去はパワーパフガールズはお姉ちゃんがあのバブルス、あ、ブロッサムが好きで、もう一個のお姉ちゃんがバブルスが好きで、あ、違う、バターカップだ、間違えた、我はブロッサムっていう真ん中にいるピンクと赤の女の子が好きだったのね。で、一個上のお姉ちゃんがブロッサムって言って水色の女の子が好きだったので、一番上のお姉ちゃんがバターカップって言って緑 の、 あの女の子が好きでした。だからちょうど3人ともね、バラバラのね女の子が好きで、推し面が被ってなかったんです。それでそう、あれはそこで赤が多分好きになったの、チェリーブロッサム、チェリーめっちゃ余ってるんだけどフルーツ、七夕のデザートパーティーだとか言って、デザートとか言ってたのにめっちゃ余ってるのこれ。桃レンジャーねえ、ちょっと全然七夕って感じの食べ物じゃなかったけど、パワーパフガールズ可愛いよね。あのね、我々は大体いつもお箸とか給食のお箸とか全部パワーパフガールズで統一されてました。よくあるじゃん、お箸セットとか給食のあのナプキンみたいな、全部パワーパフだった。うん、メロンは残りね2切れになった、2切れ。じゃあ終わろうかな。うん、あとで入れない、もう2時間以上も出てるから、ね、食べちゃおう。体育館に遊びに行きませんよ七夕のゼリー、給食最後まで食べないと教室出させてもらえないやつ。ちょっと待って、置くわ、一回置く。よし、ちょっともう腹筋が痛い。みんなまだ起きてる？もうみんな寝ちゃった？今コメントしてくれてる人は多分起きてると思うんだけど、コメントしてないけど起きてるよって人いる？片付けして、そうだね、ちょっとチーズの片付けだけして洗い物もして寝ます。うん、うん、起きてる。お疲れ様、ありがとう。うん、あっという間。うん、確かに我も結構あっという間。嘘みたいな話ですか、夢の中で絶対嘘、寝てます、ギリギリ起きます。うん、寝ました、起きても起きてる、寝てます。起きてるぞー、ありがとう、寝てました、おはよう、熟睡中だよ。すごいね、すごいよ、逆にそれコメント出てるの、うん、いつも配信ありがとう、ありがとう、もちもちこんばんは、ありがとう、目覚めた、うちのワンコと寝かけてた。起きてます、ありがとう、腹筋よく頑張った。もう本当に急にコメント、起きてる人たちがわんさか完全に起きてます、ありがとうございます。うう、ありがとう。お洗濯しなきゃね、今は乾くんじゃないかな。うん、オーロラ、あれオーロラはあれ見てなかった、マロンケもしかしてだけど、もしかしてだけど寝てた。はい、ちょっとメロンだけ食べ終わっちゃおう。うん、明日って何曜日？今日、今明日って平日だっけ？やばい、みんなごめん、みんなもしかしたら明日辛いかも。どうせさ、リュウキ命なら生涯推しに捧げたい、かっこいい名前だね、こんばんはれ、すごいかっこいい名前してるね、こんばんは。でも自分も大切にしてね、こんばんは。もうモーニング金曜日、やばい、ごめん、みんな平日だ、明日大丈夫かな、ごめんね、お仕事だよね、ごめん。うん、さっき来ました、今さっき来ました、もちもちちょっと前に来てたら、みんなで今さっき夜空鑑賞会してたんだよ、プラネタリウム夜空鑑賞会で、あのカップルの激アツキッズをみんなで見てたの。アナキン、あ、みんな明日頑張ろうね。うん、スタバ行きました、そろそろ。やばい、忘れてた、うん、ホームアローン、え、ありがとう、マジで助かる。え、ちょっとメモしとこう、スタバって。ありがとうね、ありがとう。え、ありがとう、スタバスタバスタバの件。本当ありがとう。病院、ああ大変だね。どうか健康で。
頑張ってね病院。推しの配信見て元気チャージ。え、絶対明日眠くなるよ。明日みんな日中またね昼夜逆転しちゃうかも。ごめん本当にごめんごめんと言って終わる気配なし。ちょっとスタバドリンクやばくない、めっちゃ雑にメモ。マジですか。そうだよ、プラネタリウムまたぜひ来てね。うん、桃のフラペチーノ始まりますね。桃のフラペ楽しみ。あ、いつから？ちょっと今オギが教えてくれたのはね、何のこっちゃっていう方もいらっしゃるのでちょっと説明しますと、あの前あのスタバでドリンク買ったらたまにねあれねレシートで当たりが出てくるの。アンケートに答えて一杯無料みたいなのがあるんだけど、それが出てあの期限は1ヶ月なんだけど、確かあら9日までだっけ、あれ今何日、9日までだよね、9日、うん、やばい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 、願い事しとこれもうちっちゃい、これメモ、これメモね、もう横に書いてるから。あ、アーツおやすみなさい、ありがとう。そうそう、ホームアローン1ですか2ですか、どっちでもいいな、どっちでもいいな、それ一番高いのと交換。そう、え、でもさ一番高いのってなんだろうね。え、フラペチーノって桃っていつからですか、いつから、今日8、え、やばい、土曜日まで。どうしようどうしよう、七夕の月に、そうか8、そうだ七夕だ、あと1時間半で七夕終わりよ。スタバの桃は7月13日から、あ、マジか、え、じゃあ7月13だからダメじゃん、はあ、桃じゃダメだ、何で飲めば、でも好きなの飲むのがいいよね。なんか無理してさ苦手なコーヒーとか飲むよりさ高いやつなんか美味しく飲んだ方がいいよね、値段関係なく。前までさこんなこと言ってるけどさ、もらいたての時は一番高いの買うとか言ってたの。一番高いので買って得したいとか言ってたのに、今は美味しいの飲めばいいよねとか言って高いの顔高いやつ注文します。無料だからね、せっかくだから新しい味でもチャレンジしてみなきゃ。では最後いただきます。見てたよね高いのニンジンフラペチーノ最悪だ。ダブルマッチ飲んだ、美味しかった、マジで美味しかった、言ってたよね。豆乳に変えたりチョコチップ入れたりとかカスタムしまくっちゃう。あ、それでもいいんだ、カスタムもありなんだ。ブレベミルクにしよう、ブレベミルク、うん、まだ間に合う、早めに飲んできてね。まだ間に合うね、あと2日ある。いたあと2日って言うと私はペチンって言ってた。そうだよそうだよ、早く行かないとさ、アンケート答えただけでマジでそう、アンケート答えた女になっちゃう忘れないように今から近くのサバに行けば鍵開け、最高だね、最高だわ。鍵開けしましょうか。ブルーベミルクって言って、生チチ 50% のやつです。生チチとミルクが 50-50 だって言って、普通のミルクよりも生チチが入ってるからコクコクしてるの、なんかトロトロというかコクがある、コクミ。何か食べてる？あ、そう、七夕もうなくなっちゃった、メロン、あのね、お高いメロンをいただきまして、お高いメロンを食べました、静岡ので。これはさくらんぼちゃん、七夕ちゃん、生チチなんていうの、汗ほんと間違えごめん生乳です、ごめんなさい、間違えました、間違えたのか間違えてないのか分かんないけど生なちそう次うあの生乳ってやつ、そう、どうしても読めないんだよね、漢字が生と乳で書いてあるからさ。そう、あ、そうだよ、そう、牛乳、それそれ、うん、エマリンこんばんは、ありがとう、来てくれてありがとう、うん、ということでした、うん、そんな感じです。皆さんブルベミルク、ブレベミルクあれどっちだっけ、ブルベ、あ、ブレベだ、ブルベだとあれだわ、ブルベはあの化粧のやつだ、ブレベです、可愛らしい、間違えた、ごめんなさい、聞かなかったことにして、本気の間違いだった、うん
うん、たまに言っちゃうんだよね。本当は分かってるんだけどね、おっちょこちょいおっちょこちょいでカバーできない、うん、イエベブルベソース、ブレベだ、ブレベ、皆さんブレベミルクです、スタバのやつは。ブレベミルク、ブレベミルクね、みんなよろしくね、よろしくね。なんかより濃厚濃厚なドリンクにしたい場合はブレベミルクに、はい、生ちちつらいってこう忘れちゃうんだよね、あれなんだって漢字はさそのまま読むじゃん、うん、難しい。ではランキングを読んで終わりたいと思います、皆さん今のおすすめ、今のおすすめは、あーでもそれこそさ、あのダブル抹茶とかはブレベミルクに変更したらより濃厚になると思うよ。もうコックホークだよ、もう生しだけ、うん、他の人の踊り我なら大丈夫、うん、ね、生乳でとか言ってブレベミルクね、ブレベのジムジムありがとう、もう何でも好きでいてくれて、もうスコスコでいてくれてありがとう、うん、頭に入ってこないでもダブル抹茶のミルクをブレベミルクに変更は多分美味しいと思う、やってないけど絶対美味しい、濃厚になると思います。パウダー多めはできなかったな、そういえば、うん、では終わります。七夕ちゃんなので、え関係ない、13位から今日眠くない全然。13位マロンケン、ありがとう。12位86、ありがとう。11位オマル、ありがとう。10位ヒルトラブ、ありがとう。9位トール、ありがとう、ありがとう。8位ヨシハル、ありがとう、ありがとう。7位マクリ、ありがとう、マクリ、ありがとう。6位が、お、変わった、もう一回。13位シンシン、ありがとう、ありがとう。12位、あ、うん、まあ、13位シンシン、ありがとう、ありがとう。12位はマロンケン、ありがとう、ありがとう。11位が86、ありがとう、ありがとう。10位がオマル、ありがとう、ありがとう。9位がヒルドラブ、ありがとう、ありがとう。そして8位がトール、ありがとう、ありがとう。そして7位がヨシハル、ありがとう、ありがとう。どこまでいったっけ、ヨシハル。6位マクリ、ありがとう、マクリ、ありがとう、ありがとう。5位がサンソン、ありがとう、サンソン、ありがとう、ありがとう。そして4位がヤビ、ありがとう、ヤビ、ありがとう、ありがとう。そして今日の3位がマナ、ありがとう、マナ、ありがとう。マナの願い事がいっぱいいっぱい叶いますように。いつもお疲れ様。流れ星ピュン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 。マナの耳たぶ、甘い、とっても美味しいマナの耳たぶでした。願い事が叶いますように、ありがとう。そして今日の2位はオギ、ありがとう、オギ、ありがとう、ありがとう。オギの願い事、あ、じゃあ我らが、待って、オギは願い事ね、我の願い事、オギに対して、オギが靴のサイズが38センチになりますように。キュンキュン流れ星ちゃん、チュル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 チュン。今噛んでて、オッケー、願い事を叶えるよって桜もが言うてました。おめでとうございます。36センチの足になりますよそして今日の1位はキャム、キャム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 、ありがとう、キャム。キャムの願い事、キャムは食べても食べても太らないフードファイターになって、今年以内に超有名フードファイターとして
世界を制しますように、世界一になりますように。願いは受け入れられました。じゃついでにちょっとマナのもね、さっきマナの、マナは宝くじが当たって、宝くじが当たってハワイとグアムとシンガポール、日本、別荘をたくさん持って我マニアを毎日招待してくれますように。美味しかった。絶対に叶えますようにちょっと喉にうん、みんな頑張って、うん、ありがとうございます。皆さんたくさんパチパチもいっぱいありがとう。本当にパチパチたくさんありがとう。ずっとみっちゃんと仲良く、もちろんさ、ありがとうね。パチパチたくさん、もうパチパチ祭り、もうパチパチよ、もうパチパチパニックって感じ。どういうこと？ありがとうございます。よし、今上行きました。では、うん、早速宝くじね、絶対みんなのこと招待してね。いや、こちらこそ遅くまでありがとうございます。では本日は星集め、星投げ、カウント、コメント、ギフト、ありがとうございました。ありがとう。七夕、今年もみんなと一緒に過ごせて嬉しかったです。今日来てくれた人はちょっとでか来年もまた一緒に過ごせますように。来年も七夕みんなと楽しい一日にできますように。ではおやすみなさい。皆さん明日も頑張ってください。夜更かしありがとうございました。それでは皆さん、最後に素敵な星空の旅へご招待。やばいやばい、充電が残り 20% ですって出ちゃったじゃあみんなおやすみなさい。またね、バイバイ。止まった、ごめんごめんごめん。おやすみなさい。ありがとうみんな。おやすみちゃん。バイバイ。おやすみなさい。